でボスによってはある程度ダメージを与えると全然違う攻撃してくる場合もあるんで、結構油断はできないですよね。こういうのはもうバリアで補足しかないですよね。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも、スチーム実況チャンネル、そしてワンコインディ、ご視聴いただきありがとうございます。この、コーナーではですね、毎週火曜日に500円以下のゲームを紹介しているんですが、今回第58回目はスターシップアベンジャー地球奪還大作戦をやっていきたいと思います。はい、これはですね、先週金曜日の週刊スチーム通信でこれプレイしますよって約束してた、ゲームなんですが、はい、早速購入してプレイしたいと思います。で、2018年8月9日まだ出たばかりなんですが、はい、500円と、そして今スペシャルプロモーションで 10% オフ中450円で購入することができるんですね。で、このトールハンマーという巨大な、まあ、アベンジャー号ですけど、これを、ここから、弾を出しつつ敵の攻撃から守っていく、そしてこのアベンジャー号が破壊されたらそこでゲームオーバーという、まあ、そういうゲームなんですが、今回はある程度プレイした上でこのゲームがどういうものなのかということを、言っていこうかなと思います。初見プレイも結構面白いんですけどね、まあ、たまにはこの、ね、ゲームがどういうものなのかということを把握した上でちょっと解説していければなと思ったんで、今回はその方式を取りました。ではやっていきましょう。起動するよ。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、スターシップアドベンチャー、アドベンチャーじゃないですね、アベンジャー、地球奪還大作戦やっていきたいと思います。でね、まあ、ある程度やってるので、はい、説明しながらやっていきたいと思います、今回はね。はい、で一応スチコンでやってますが、このボタン AYXR って書いてあると思うんですが、それはそれぞれのコントローラーのボタンに対応してるんですが、そのままキーボードの AXYR にも対応してるんですよね。だからすごくボタン構成は分かりやすいですね。はい、で、そうですね、じゃあ1面からやっていきましょうか。今一応4面まで、クリアしてます、自分は。はい、で、はい、最初1面ですね、選びます。で、一度クリアすると、ノーマルをクリアするとハードで遊べました、ハードをクリアするとベリーハードで遊べるっていう感じですね。なのでまずノーマルをクリアしないといけないんですけど、はい、で、プルトね、やっていきましょう。太陽系の最も外側にある準惑星であると。はい、敵勢力の規模は比較的少ないものの、アベンジャー号にとってはこれが初めての戦闘となり、冥王星解放が地球奪還への第一歩となる大事な戦いである。なんで外回りからずっと地球に向かって奪還していくみたいなんですよね、太陽系を。はい、アベンジャー号の、牽引する最終決戦兵器トールハンマーは我々人類の最後の希望だ、敵の攻撃を寄せ付けにようを注意してほしいということで、トールハンマーを用いて、攻撃しながら守っていくっていう、まあ、ディフェンスシューティングと呼ばれてるんですけど、そういうゲームですね。はい、で、選べます。その、アベンジャー号にが選べるんですね。で、1ステージクリアするとアベンジャー号の型を1つアンロックするんですよ。なので、最初は B 型かな、 B 型からなんですが、2ステージクリアすると L 型、M 型、BM 型と、購入することができるんですね。で、もちろんこの購入資金が、設計費用が必要になってくるんで、ステージで敵を倒して、お金を手に入れるんですけど、
時にはその設計費用とか、あと強化することもできるんですけど、強化費用を手に入れるために、遡ってね、最初のステージからやるっていうことも必要になってくる感じですね。はい。で、強化するとどうなるかというと、そのアベンジャー号そのものの体力、ヒットポイントと、アタックですね、攻撃力が増えると。で、今、自分は ML 型が一番最新なのかな、これをレベル2、1つ強化しています。でもちろんレベル3まで行くためには結構強化費がかかって32万もかかるんで、まあ、とりあえずレベル2にすることを最初は目標にした方がいいかなっていう感じでした。はい。では、その ML 型で、ステージ1をクリア、やっていきたいと思いますが、はい。で、左上の緑の戦艦の緑のシルエット、これはどういうことかというと、この赤い線より向こう側に敵を渡してしまった時に減ります。ここがこの緑のゲージが減っていきます。で、逆に正面のその攻撃を受けてしまったら、この茶色い方の、茶色というかオレンジっていうのか、方の、ゲージが入ってきます。一回ちょっとやり過ごしてみましょうか。はい。敵をこのようにやり過ごしてしまうと、ちょっとずつなんですけどね、あの緑のゲージがちょっと減ったの分かりますかね。はい。赤が今強調されてちょっと減ったじゃないですか。こうやって、減っていくので、まずは赤い線まで行かないように阻止する、ディフェンスするっていうのが一つの目標であり、でもありますね。で、もちろん正面の、攻撃を食らってしまったら、あのオレンジのゲージもどんどん減っていくんですけど、一つ有効打があって、それは、右上に4つのメモリがあるじゃないですか。今黄色で満タンなんですけど、これは敵を倒せばだんだんゲージが上がるんですけど、これ何をするかというと、今 B ボタンを押しますね。 B ボタンを押すとですね、バリアを張れるんですよ。で、バリアを張ってる間は攻撃が全く効きません。無敵状態になります、アベンジャー号が。はいはい。で、そのアベンジャー号の型によってこの秒数が決まってるんで、まあまあ強化すればするほど長い時間バリアを張っておけるっていう感じですね。はい。で、例えばカーソル合わせてこれターゲット狙うんですけど、 Y を連打したいじゃないですか。でもこれ連打してしまう、押しっぱなしにすると赤いゲージが増えていって、これが右まで達するとオーバーヒートになって弾が一切出せなくなるんですね。一定時間クールダウンするまで。なので弾は押しっぱなしとか連射するよりも、割と敵にこう向けて的確に当てた方がいいかなと思います。はい。で、各星ステージはウェーブ制で、3ウェーブまでかな、場合によっては4ウェーブ、5ウェーブあるんですけど、敵を一掃すれば次のウェーブになります。はい。で、これがボス戦ですね。はい。ボスはすごく攻撃が激しいんですが、弾を壊すことができるので、はい、そこが、まあ、救済処置というか、敵の弾を破壊できるのがね、ちょっと特徴の一つですね。で、ちょっと危ないなと思ったらこのバリアで、はい、こうやってちょっとしのぎきれないと思ったらこうやってバリアでしのぐっていう感じで、はい。で、この黄色のゲージ、今 B でバリア使ったじゃないですか。もう一つあって、 A ボタンを押すとリミッターが解除されるんですね。で、リミッターが解除されると、その敵を倒した時にクールダウンが早くなる、これが早くなるんですよ。なので、ちょっと押してみましょうか。押すと
押しっぱなしにしても赤のゲージが増えないの分かりますか。今押しっぱなしなんですけど、赤のゲージが今出てないじゃないですか。はい、なので出ないことによって、敵に集中砲火を浴びせることができるという感じですね。でボスは各ボス共通していて、赤のこの丸、これが弱点なんですよ。なのでここを重点的に狙うっていう感じですね。はい、はい、なのでうまく、あ、今オーバーヒートになりました。押しすぎたので、はい、でこうやって食らってしまうと、またオレンジのゲージもちょっとずつ減り始めてると思うんですけど、はい、減ってきます。はい、またオーバーヒートになりましたねっていう感じで、なのでオーバーヒートになるので Y は押しっぱなしにするよりも的をこう合わせながら削っていく、はい、でクリアして今81,558ゴールドもらえたんですね、敵を倒すことがあって。でも左の緑のゲージがちょっと下がってるのと、若干オレンジのゲージもちょっとアベンジャー号自体にダメージがあるので修理費が引かれるんですね、ステージがクリアして。で修理費用が引かれることで入手ゴールドもちょっと下がってしまうと。なのでいかにこうアベンジャー号の損傷を低く抑えながら目的を達成していくか、それによってゴールドをたくさん手に入れて、さっき言ったようにアベンジャー号を強化していくと、それがゲームの流れなんですね。はい、じゃあ自分がクリアしてないところクリアしていきたいと思いますね。はい、ステージ5ですかね。はい、まずいきましょう。まずは火星か。はい、やっていきます。地球から最も近い惑星クレイオスに占拠された、地球から見て最大最後の防衛戦、その戦力はこれまで以上の希望が予想される。この中域の戦力を無力化できれば地球まであと一歩だ、異様に巨大なタコを見たという報告もあるが、もはや恐れる必要はない。じゃあボスが巨大なタコなんですかね。はい、戦争の神マルスたる火星を我々人類の手に取り戻すのだと。はい、なぜか地球人が火星を占拠しているという、太陽系を支配しているということになって、それを奪還するという、なんかこう人間中心の考え方なんですけど、はい、で今アベンジャー号 ML 号をレベル2まで強化しているので、これでちょっとやっていきたいと思います。でステージクリアごとにアベンジャー号はアンロックされるんですが、レベル2まで強化しないとなかなかそのステージがクリアできないという法則はありますね。なのでその新しい方のアベンジャー号を変えたら、まず強化することを考えた方がいいかもしれない。結構今ステージ1のボスだったので簡単でしたけど、これからねどんどんボスが手強くなってくるんで、アベンジャー号も最新の方のものをレベル2まで上げる、最低それをやっとかないと割と弱いのですぐに死んでしまう感じですかね。はい、でこれカーソルを合わせたところに弾が飛ぶんですけど、ちょっと手前めに、弾速が遅いのでちょっと手前めに、やってやるとそのターゲットが破壊されていくっていう、そういう感じですね、感覚的には。はい、はい、1ウェー2ウェーブ目スタートですね。まあまだまだ今のところは、はい、はい、今みたいな感じでこう初見殺し的な攻撃をしてくる場合があるんで、ね、こういうのはもうバリアを事前に張っといて、はい、バリアでやり過ごすしかないですよね。はい、本当ねこれね1画面とスクロールしないという制約の中でうまくゲームが作られているなっていう感じしますね。アベンジャー号も動きませんし、はい、1画面構成のゲームなんですが、でもすごく考えられていて、
で演出にも手抜きがないので、効果音しかりグラフィックしかり、あの演出面ですね、しっかり作られてるので、なんかこうなんていうかな、お安い感がないっていうか、このなんか価格帯のゲーム特有のなんかちょっと安っぽさ、そういうのがあまりないのが特徴ですかね。丁寧に作られている、はい、さすがあの日本人が作ったゲームだなっていう感じはしますけどね、はい。でこうやってウェブを、ウェブを進めていくと、結構中ボスのようなめちゃくちゃ硬い敵も出てくるんですよね、はい。なのでこうやってある程度やり過ごしてるってことは分かってるんですけど、ある程度こうやって犠牲も必要かなという感じですね、はい。こういうあの雑魚敵ばっかりをに気を取られていると、なかなかこの中ボスが倒せないので、ある程度流すことも大事になってきますね、はい。で正面の敵はバリアで受け止められるので、そのバリアで受け止めつつ、このこういうところをやっつけたりとかね、そういうなんか駆け引き的なこともねあるんですよね、はい。なので正面を諦めるのか後ろを諦めるのかっていう、その諦めも肝心なのかなという感じですね。それでうまく今は後ろを見逃していい時、今は後ろを見逃すんじゃなくて正面は関係ないのでバリアでしのぐ時とかね、そういうなんか駆け引きができるのがこのゲームの一つの特徴じゃないかなっていう感じですね。結構ね、やっぱり弾がたくさん飛んでくるだけあって、あのゲージが減るのに猶予があるので、そんなにこうすぐに減るわけではないんですけど、でもじわじわとこう減っていくので、じわじわと効いてくる感じですね、はい。これも多分赤でしょうね、弱点は全て赤なので。あ、これが巨大なタコか、なるほどな、はい。ちょっとダメですね。はい、こういうのをね放置するとやり過ごしてしまってデッドライン超えてしまうんで、こういうのは丁寧に倒していった方がいいですね。今ね、あのこの一番最新のアベンジャー号をレベル2にしてるので、結構余裕はあるかもしれないですけどね。はい、でボスによってはある程度ダメージを与えると全然違う攻撃してくる場合もあるんで、結構油断はできないですよね。こういうのはもうバリアで防ぐしかないですよね。なんかね、バリアで防がれること前提にこう出てくる敵とかもいるんで、はい。さあまた近くに寄ってくるんじゃないかな、はい。ちょっと敵を倒して黄色のゲージを貯めときましょう、はい。はい、ある程度倒してきましたが、これがなかなかね強化していない状態だとね結構
大変なんですよね、ダメージを与えるのが。なのでアベンジャー号の強化をしないとクリアできない面とかもあって、はい、ここはバリアを張ってミサイルを気にすることなく赤を狙っていきましょう。オッケー、倒しましたね。正面のタコをやりつつ、はい、でザコを倒すことでまたゲージを貯める。あー、今後ろにやり過ごしてしまったんですね、タコ。タコそのものをやり過ごしてしまうとゲームオーバー。あー、デッドライン超えるので、はい、今やり過ごしちゃいましたね。なるほど、これは制限時間が結構決まってるボスでしたね。はい、で、やられてしまってもですね、こんな感じで修理費用はかかりますけど差額6万1000はもらえると。はい、こうやって、どんどん、惑星を取り戻していって、そして最後地球なんですよね。はい、そういう感じで、多分ね、でも地球が終わってもなんか他のステージがありそうな気はするんですよね。はい、で、こんな感じで BGM と SE を変えることができると。はい、で例えば、自分ステージをクリアしてるんですけど、ここだったら、防御率が 13%、 撃破率 98%、 そしてクリアまでになんと33分かかっているということで、ちゃんとアベンジャー号を強化していないと結構時間がかかります。はい、なので、強化するところは強化して、で新しいアベンジャー号を購入するときは購入して、はい、っていう感じで。で、あとね、もう一つあった、そういえば。例えばね、ステージ3行くとするじゃないですか。で、ステージ3に、このステージ2をクリアしたところで、手に入れた一つ前のアベンジャー号ですね。これでやってみるとですね、わかりますか？キキーンと跳ね返されてしまうんですよね。こんな感じで。だからなかなか倒しづらくなるんですよね。なので、あまり初期のそのシップを強化するよりも、はい、こんな感じで跳ね返されちゃうんで、最新のアベンジャー号を早く買って、最新のを強化した方がいいんですよね。自分もこれなんでカンカンカンって跳ね返るんだろうなと思ってたら、一つ古い、アベンジャー号で挑もうとするとこんな感じになるんですけどね。はい、倒せないことはないんですけど、はい、こんな感じで不利になるので、ステージをクリアした時にアンロックされるアベンジャー号を使った方がいいんですよね、強化していった方が。だからだんだん最新と強化していった方がいいんじゃないかなという感じはします。ピンポンパンポン。はい、以上いかがだったでしょうか。500円の割にはね、なかなか骨太な、戦いができる、はい、シューティングゲームですね。はい、スクロールしないということを逆に利用して、こんな面白いゲームができる、はい、このね、戦艦を、ね、前と後ろの2つに分けて、どういう攻撃を止めて、どこに攻撃したらいいのかっていうことをね、ほんと考えながらやるシューティングゲームなので、ちょっと他のシューティングゲームにはない良さ、醍醐味を味わえるんじゃないかなと思いますね。はい、まだまだ伝えきれないことがあったかもしれないですが、まあまあこんな感じでステージをクリアしつつアベンジャー号を強化して、どんどん面を進めていって、でハードモード、ベリーハードモードと、さらなる
レベルをアンロックしつつ、最終的には多分ベリーハードで全クリしたらいいと思うんですね。はい。ただ一つ実績がねないんですよね、このゲーム。結構実績作りやすいと思うんですけどね、ノーマルモードで全てクリアするとかね。はい。実績がねちょっと見当たらないのが残念かなっていう感じですね。はい、実績コレクターとしてはだからちょっと物足りないかなっていう感じですけど、はい、あのゲーム自体は本当、すごく遊べる内容になってるので、ぜひ購入してみてください。というわけで、ワンコインディ58回目はスターシップアベンジャー地球奪還大作戦でした。では次のワンコインディで、来週火曜日ですね。はい、ユーロでした。バイバイ。